日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらミスタードーナツの日本つじりほうじ茶コラボオールドファッション2品とパイ3品、そしてフルーツティーを食べたいと思います。フルーツティーが飲みたいかな。でこちらのオールドファッションコラボはほうじ茶なんですね。香ばしくそうです。オールドファッション生地も香ばしいので香ばしさの二重層が感じられそうです。でハンバーグやチキントマト、マンゴーチーズといった美味しそうなパイもあります。あとポンデも出てるのですが、ポンデは以前食べてますので今回はカッパスで。それではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。まずはこちらのこんがり焼けたパイからいただきます。チキントマトとハンバーグどっちなんでしょうね。食べないと分かりません。それで中身からさっきのハンバーグでした。じゃあこっちがチキントマトですね。甘酸っぱいのかな。はい、続いてはマンゴーレアチーズ。上に乗っている雪のような粉砂糖が綺麗ですね。それでは続いてはほうじ茶オールドファッション。ただのオールドファッション、いやチョコファッションとはまた違う茶色が美味しそうです。表面にかぶさっているのは粉砂糖かな。なんでかな、かぶさってるんだろうと思いつつ、いただきます。ではホイップ入り、ちゃんとホイップが落ちないように下に蓋がされてます。ではは、いラストは2種類のフルーツで、多分こっちが柑橘系、こっちがベリー系だと思うのですが、どうなのかな。では飲んでみます。ほうじ茶はかなり香ばしいし、パイもサクサクとした生地が美味しい。あとほうじ茶の香ばしさには焼いた生地による香ばしさもあって、それがまた違っていていいんですよね。で最後はフルーティーでさっぱりといただけて、今回も大満足のコラボ商品たちでした。またお待ちしています。最初に食べたパイ3種のうちハンバーグはちょっとお肉が少なかったかなと思います。生地が圧倒的に多いのでお肉がしょぼく感じてしまったのは残念でした。次に食べたトマトチキンは結構肉の味が強くて、トマトの味はあまり感じなかったですね。あれチキンだったかな、まあ、どちらにしろ鶏肉メインのパイになっていました。ただちょっと鶏肉の味が強すぎたかなと思いますね。マンゴーレアチーズパイはサクッとした生地があったらマンゴーの甘酸っぱさがさっぱりさせて広がってきて美味しかったです。ですが今回の本命は何といってもこちらのほうじ茶オールドファッション。こちらの生地も香ばしくて、通常版の方はほんのり砂糖の甘みが入ることでより香ばしさが引き立っていましたね。砂糖にお茶ってどうなんだろうと思いましたが納得できました。ですがこちらのホイップの方は下にわらび餅も入っていて、それが意外と存在感を出していて、食感の変化を感じられたのが本当に美味しかったです。で最後に飲みましたこちらの2種類のフルーツティー、黄色の方はこちらが甘いフルーツティーですね。結構南国を感じるさっぱりとした甘さでした。で赤は甘酸っぱいフルーツティーで、若干炭酸飲料ほどではないですけどシュワッと感じましたね。でラスが今回の本命は何といっても宇治ほうじ茶でオールドファッション。その中でもやっぱりわらび餅ホイップが一番美味しかったので代表として6点とさせていただきます。またコラボしてほしいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ゲームの終焉、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。